図のような四角形 ABCD について、その面積を変えずに三角形 ABE を作ります。どのようにすればよいのか考えてみましょう。四角形 ABCD と面積が等しい三角形を作るには次の手順で考えます。まず対角線 AC を引きます。また線分 BC を C の方向へ延長した半直線 BC を引きます。次に点 D を通り直線 AC に平行な直線を引きます。最後に先ほど引いた平行線と直線 BC の交点へ A から直線を引くと三角形 ABE の完成です。それではなぜ四角形 ABCD と三角形 ABE は等しくなるのでしょうか。説明することができますか。 QR コードを読み取ってウェブサイトへアクセスしましょう。ウェブサイトには面積が等しい理由を説明するための数学のアプリがあります。実際に図を操作することができます。青い点は自由に動かすことができるので、実際に図を動かしながら説明してみましょう。